皆さんこんばんは、平野屋チャンネルの大工の平野です。皆さん作業をしてものづくりをしていく中で一番大事なものは何だか分かりますか？それはもう間違いなく掃除です。とにかくきれいな環境を作って、きれいな現場でものを作る、きれいな作業台でものを作ることでより良いものづくりが、できるということです。現場にはですね、整理整頓清掃清潔っていう 4S っていう決まりがありまして、とにかくしっかり整理整頓、それから清掃、片付けてまた次のものをより使いやすくするっていう言葉があるぐらい、掃除はとても大事なことです。というわけで今日は、1年で一番渋谷の街が汚れると言われている渋谷のハロウィンの日に渋谷に来ております。昼間は日中は、ね、仕事してたわけなんですけど、見てください、この平野屋工務店、平野屋チャンネルという、飯店も制作させていただきまして、ちょっとこううちの宣伝にもなればなということで、渋谷の街をみんなで掃除をしていきたいと思います。ご覧ください、今日は、いつも僕らが現場で使っているしりとり、ほうき、トング、ガラ袋ですね、これを利用して、渋谷の街を掃除していくと。で、ただ掃除してもつまんないので、うちの従業員には一番ゴミを集めれた人に賞金を与えると言っております。どんな結果になるか分かりませんが、掃除をしていきたいと思います。やっぱセンターがやばいっすね。おいおい、いやーすごい人ですね。もうとにかく人人人でいやすごいっすね。もうゴミは、でも思ったよりゴミは少ないかなってイメージですね。 OKOK、素晴らしい。ありがとうございます。人が多すぎてちょっとゴミ拾いどころじゃないかもしれないですけど、もう拾えるところは、ね、随時拾っていきましょう。結構ねこの格好で歩いてると写真撮ってくれって言われますね。でもすごい人がすごいですね。すごいですね。僕らに限ってはね、これコスプレじゃなくてガチなやつですから、ね、大工のガチな清掃なんで、なんとなく渋谷のこのハロウィンでも通用するみたいですよ。ちなみに俺が一番拾ったら賞金なしなんで。なかなかね、賞金かかった時のこいつら強いんで。今スクランブル交差点渡って8校前ですね、8校前に来たんですけど、ちょっととてもじゃないですけど、ゴミが拾えるというかしゃがむことすらできない環境なんで、ちょっと戻りたいと思います。今ここ超ゴミ拾いチャンスです。ご覧ください、ゴミだらけ。もうガンガン掃除しちゃいます。バン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 拾います。仕事が早いです、仕事が早いです。うちのやつは優秀なんで仕事は早いです。もうすぐ拾います、すぐ拾います。ちょっと軽く5分ぐらい手分けしてこの辺掃除しましょうよ。でもまあ思ったよりは汚れてないかなっていう印象がちょっと強いですね。でもまあ言うてでもゴミはあるんで、結構みんな蹴飛ばして歩いてるんで、全部もううちの会社で掃除していきたいと思います。ゴミ半端ないね。もう一瞬で綺麗になります、一瞬で綺麗になります。すぐ回収、3秒ですね、3秒。行こう行こう行こう、入れてもいいよ。センター以外を一歩抜けると結構ガラッと人がいなくなるかなっていうイメージですね。重くなってきちゃった。いやだいぶ袋が重くなってきましたね。
ありがとうございます。ありがとうございます。思ったよりゴミを拾ってる人が少なくて、結構ゴミが半端ないです。今おまわりさんに褒められちゃいましたね。ゴミ拾いありがとうございます、言われちゃいました。まあ仕事なんで。どうした？何それ？何それ？マジで？ここに来てうちのがすげえファインプレーしてます。ゴミ袋ごと拾うっていうすごい作戦に出てきましたね。言うて俺もだいぶ溜まってるんですけど、ちょっとあいつに賞金を払わないといけない確率が出てきましたね。今これでですね、1時間半ぐらい、全員で拾いました。でこれぐらいのゴミがまとまりました。ちょっとここで誰がどれぐらいか、ちょっとこれ点数つけていきたいと思います。前半戦、まあ、これ何パーセント、 100% 中何パー？ 45 45ってちょっとひどい。45はひどいです。何パー何パー？ずっと持ってやるってだから、この重いの98ですか。まあ、リアルこれ多分ね、7割ぐらい、70点とします、これを。じゃあ自分の持ってきて。 D 君のやつなんですけど、話になんないですね、これ。もうそんなんもう話になんないです。30点。うちの K 君のゴミ、まあ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 、45点。うちの一番の優秀なN 君2袋。これ足したら100点ありますね。100点あります。前半戦100点で。じゃあここで一旦ゴミを捨てれるみたいなんで、ちゃんと分別してここに捨てさせてもらいたいと思います。これで今一回ゴミを全部リセットできたんで、ちょっと一旦休憩したいと思います。はい、というわけでみんなでご飯食べて、今時間が2時40分ですね。これから、1時間ぐらい、今度は少し空いてきてるんで、みんなでバラバラになって最後のゴミ拾いをして、で最後、決まった場所に再集合して、そこで、集計を取って誰が一番だったかを決めたいと思います。せーのこれゴミ置き場の前に、再集合したんで後半戦をやっていきたいと思います。でちょっとね、トングが2本しかないっていうミスをしたんで、俺とケイ君でちょっとドンキホーテに行ってトングを買って後半戦に挑みたいと思います。今ですね、ドンキホーテ、渋谷のドンキホーテの前なんですけども、ちょっとカメラ持ってお店の中入れないんで、うちのちょっとケイ君にトングを2本買ってきてくれって頼みました。ちょっと今待ちたいと思います。こうやってね、コスプレして、まあ、コスプレじゃないんですけど僕らの場合はコスプレして、もう渋谷のハロウィンに来たのが初めてなんですけど、まあ、印象としては多分今年からかな、路上で飲酒が禁止になったんで、多分ひどい人っていうのはそんなにいなくて、警察の方もすごく規制をすごく行ってて、車もきっちり通れる環境になってて、思ってたよりは治安悪い感じにはなってないのかな。今ゴミ拾いしてる人も思った以上に少なかったんで、まあ、やっぱりゴミは相当落ちてますね。落ちてるんですけど、それも想像ほどではなかったかなっていうところですね。ゴミ捨て場、ゴミ捨てを担当してる方とかも結構いらっしゃって、ゴミが捨てやすい環境はすごくできてるんで、多分最初の頃のハロウィンに比べたらすごく管理されてきてるのかなっていう印象ですね。あとは外国人の方が非常に多いですね。もう本当下手すると3分の1ぐらい外国人なんじゃないかっていう。で僕らこの大工の格好してると、やっぱり外国人の方から結構受けが良くて、写真撮ってくれっていうのがちょいちょいあったんですけども、もっと派手な人がいくらでもいるんで、逆に僕らからの格好だと基本的にはあまり声かけられない。皆さんご覧ください、最強の武器手に入れました。これでもうバシバシゴミ拾って、これで一気に大逆転してボーナスなしにしたいと思いますんで、お願いします。この拾いやすさです。
結構ね人が少なくなってきたんで、ゴミが非常に拾いやすい環境できてるんで、バシバシもうね、こんなちっちゃいゴミもすぐ拾えるからもうね、人が減ってきてこれ以上多分汚れることないんで、もうバシバシ拾って、もうこれで朝を迎えられるようにしていきたいと思います。いや、ちょっと予想以上にね、うちの N 君があいつ優秀ですね。ゴミ拾いの才能あるんだな。大工の才能あんまないけど。でかっ、ネズミえぐいっすね。テレビ朝日、ゴミ拾いまさかのテレビ朝日さんのね、テレビ映るとちょっと恥ずかしいですけど、こういうことしてるとなんかそういうのでも、テレビ局の人もすごいいっぱいいますね。さすがに YouTube よりもテレビ局の方が来てんじゃないかな、多分。圧倒的にタバコの吸い殻っすよね。まあ瓶とか缶はでかいからやっぱみんなすぐ回収するから、このタバコの吸い殻がなかなか尋常じゃない量転がってて、これは吸い殻に見せかけたポテトですね。さすがにこの時間になって、先ほどもう歩けないぐらいだとセンター街なんですけど、だいぶ人が減りましたね。だいぶ今の時間3時20分です。でもまあすごいですね、終電がないっていうのにこれだけの人がいるっていうのはやばいっすね。このまんまだと N 君に1万円渡さないといけない羽目になるんで、ちょっとなんかここいらでこう大きいゴミ拾いたいところなんですけど、本当にあっという間に綺麗になってて、そうですね、大きいゴミもほとんどないですね。はい、というわけでですね、今1時間またちょいですね、終電が過ぎて人がだいぶ減って、センター街とか、その付近を全員で手分けして、掃除するという形で撮ったんですけども、まあ、そうですね、イメージとしてはだいぶ片付けが早い。もう僕らが掃除するときには大きいゴミなんかはそんなにたくさん残ってなくて、タバコのカスとか細かいゴミは結構いっぱいあるんですけども、大きいゴミはいっぱいなかったですね。で、後半戦の集計をしたいと思うんですけども、なんとですね、うちの N 君がだいぶ頑張ってて、それやってやりましたよっていう顔をしてましたんで、ちょっとこれ集計してって、実際、前半の部と後半の部で足して誰が優勝したのか見ていきたいと思います。まず僕のなんですけども、まあ45とかっすね。まあ細かいのばっかりで45%ぐらいですね。45点。まあちょっと自分たぶん100点ちょいぐらいだと思うんですけど、ちょっと話にならなそうなんでいきたいと思います。 K さん35足して80点。これ N 君さっき100点。ああ重さはすごい重さはすごい。これこれ重さはすごい。重さがあるから容量としては80点ぐらいなんだけど、重さがあるから90点ですね。やったー、190点。これ D 君なんですけど、これまあ重さ的には軽いかな。多分でかい箱系が多いのかな。あ、缶ペットボトル。まあ70点と2つあるんだな。これ75だね。これはそっちよりちょっと大きいぐらい。75足して170、全部足して170ということでですね、今回は N 君190点。素晴らしい。もうガラ袋にいっぱいいっぱい入れましたね。重さも半端ない。あれ何入れてんだってぐらい半端ない。今も分別してるんですけど、多分ズルはしてなさそうなんで、今回の優勝はうちの N 君に決定したいと思います。N 君に
優勝賞金1万円を、次回の給料に乗せたいと思います。ありがとうございます。ということで、今回はここまでで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。